京都競馬場第8レースを出走メンバーの入場です。ハナスの森特務4歳以上2勝クラスの牝馬限定戦です。芝の外回りコース 1800m 出走が12頭です。1番太川さくら、今日の馬体重は450キロ、前回のレースとの馬体重の比較、馬体重の増減はありません。鞍上は鮫島勝馬騎手、単重量56キロ。2番サラサハウクリッティ、誘導馬よりも先に入場しています。436キロ、増減なし、岸田裕二騎手56キロ。3番ロマンシンググルー、482キロプラス6キロ、段の体制騎手56キロ。4番湘南ララ452キロマイナス4キロ、浜中スミル騎手56キロ。5番ジェンヌ424キロマイナス2キロ、ミルコデムード騎手56キロ。6番プリマビンタ448キロプラス8キロ、古川義弘騎手56キロ。7番アトリッツフレア450キロプラス2キロ、泉谷風馬騎手56キロ。8番大成フェリーク422キロマイナス6キロ、松若風馬騎手56キロ。9番ホイヨーボル418キロマイナス2キロ、三ゆきキリア騎手56キロ。10番ラベーヌ・ベリス442キロプラス2キロ、登坂慶太騎手56キロ。11番ケイデンシーマーク442キロ、増減なし、武豊騎手56キロ。12番オルガリズム482キロ、増減なし、ジョアン・モレイラ騎手、単重量は56キロでの騎乗です。今日は天皇賞で初めてから特別出場が生まれているということで、まあ、全く気温が上がっていたと思うけど、ほとんど出ることなく静かな状態です。今日の競馬場8レースは花津の森特別芝田 1800m 戦、牝馬の限定戦です。スタートまでしばらくお待ちください。6番プリマビータリードが3馬身に少し詰まった。
12番本田レース2番手坂を下っていく、まもなく坂を下り切る、600を切って坂を下り切りました。3番手グループ1番手1番彦川桜4番手4番手写真判定の結果の発表、レースの確定までしばらくお待ちください。